皆さんこんばんは。本日のマッチはアルティプラーノブナン対サイラムスカルメトロポールアレナよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ間もなくキックオフです。笛が吹かれてスタートです。アルティプラーノブナン対サイラムスカル。サイラムスカル、この試合4-5-1というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、このシステムのいいところは両サイドハーフが上がることによってすで、に 4-3-3 にトランスフォームできているところですよね。なるほど。例えば守備からカウンターへの流れなんかは両サイドのオーバーラップで数的優位な状況を作れますからね、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。なるほど。そのワントップの役割は具体的に何なのでしょうか。まあ、単純に味方への落としですよね、はい。まあ、そこが堅実なポストプレーで中盤でのパス回しに参加することによって相手の最終ラインを高く持ってくることができますよね、まあ、そうなると裏にスペースができやすくなるので、まあ、状況によっては飛び出していく動きも必要になってきますよね。なるほど。縦へのボール、裏のスペースを狙う、ボールを受けて、さあ右へ預けて、アルティプラーノブナ、ここまでリーグ戦ホームでは全勝、引き分けも負けもありません。地元での圧倒的な強さが光っています。いや本当に素晴らしいことですよね。やはり地元で強いということはファンは嬉しいですからね。そうですね、まあ、それを誇りに思いますよね。はい。柳、吉川、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。アルティプラーノブナ、先日の試合は見事な逆転で勝利しました。サイドのスペースへ走らせる、渡ります、ここは間合いを取る、来た、これはおっとルーズボール、シュート、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい。アルティプラーノブナ、ちょっとこの時間帯ヒヤッとする場面も出てきています。ここは競り勝ちます。抜いた、さあ勝負です、チャンス来た、シュート決まった、先制。さあまずは先制。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね。さあアルティプラーノブナ、今日先制はこの早い時間でした。いや大きいですねこのゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。ゲット、サイラムスカル、これまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。シュート前の一歩で勝負あったか、キレのあるスルーパスからの一発、そう試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングが合わなければ生まれないゴールですからね。今シーズン初ゴール、サイラムスカル同点に持ち込みました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね、抜けてくる、上げてくる、ズドン、決まった、勝ち越し。アルティプラーノブナン、これで勝ち越しです、一歩リード。
クロスに頭で応えました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあアルティプラーノブナ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ここは競り勝ちます。エトゥフ、ヒルチャレンジはしません。後ろに流す。これをカットします。上げる、ダウナー、サイドを使います。このボールに触ります。吉川、長い縦へのボール、スルーパスを出す。ここは競り勝ちます。どうする、この柔らかいパス、ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。ここは読んでいました。ヒル、スペースへ出す。いいボール入りますよ。自分で行く、長いボール縦へ、アーチのようなパス。玉川、ここで前を向けるか、サイドへ、また中央へ、玉川、味方を走らせる、勝負のシーン、ふわっとしたボール、ハット、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。長いボールを送ります。上げる、よくカバーしましたよ。柳、この試合アシストを記録しています。裏に味方を走らせる、いやー追加点、追加点決めます。これで2点差。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなっていうところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね、うん、なるほど。今日2点目です。さあアルティプラーノブナン、これで2点差、リードを広げます。ブナンとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。縦に送ります。エトゥフ、玉川、
ルーズボール、打っていった、止めた。ここクリアで難を逃れます。さあ繋がるか、いいとこありますよ。縦にボールを繋いでいきます。サイドを使います。ヒル、裏へ届くか、二村サイドへ、ヘディング、合いません。ダウナー、エトゥフ、スルーパスを出す、ニムラ、裏へのスルーパス、あーこれ落ちいいですね。ミドル、早くそして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。なるほど、ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。そうですね。ダウナー、カミルレイ、ここで笛、前半が終わりました。アルティプラーノブナ、調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。3対1と2点リードして後半を迎えます。さあ後半スタートです。ザイラムスカ、前日の試合はどうでしょう。あまりその監督の意向がフィットしなかったようにも見えるんですが、まあ選手交代したにもかかわらず同じ形から点を奪われてしまいましたからね。チームとしてはあまりやってはいけないことですよね。危ない、パス一本で裏という選択肢もありますね。一旦前を取る、いやファインセーブです。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。サイラムスカ、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。抜けてくる、ニムラ、エトゥフ、これはファールです。ここでワンツーを見せる吉川、瀬川、玉川、素早いパスで攻め上がっていきます。ヒル、ダウナー、低いボールを入れる、フリーだ、来た、追加点、アルティプラーノブナン、さらに突き放します。これで3ゴール差。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを測ってますからね。
相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今日2点目のゴールです。さあアルティプラーノブナン、3点のリードでリスタート。中央へ、カタマ、いや最後は合わない。横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね。そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね、はい、裏のスペースへ、おっと一旦クリアで落ち着かせます。マカリスター、どうだ、このクロスには合わせる選手がいません。スルーパス、ここで受ける、さあ左へ預けて拾いたい、シュート、守護神触る、ここは通しません、ここはカットします。ヒル、どうだ、チャンスだ、シュート、しのぐ、チャンスだと、ボールはウラエのスルーパス、カミンレイ、アルティプラーノブナ、ここでファールを取られます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ブナンとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。吉川、サイラムスカル、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、うん、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね、まだありますね、チャンス。もう一つ前に行きたい、ダウナー、ファールか。アルティプラーノブナ、交代の枠をまだ使っていません。どう、この距離から狙う、縦にボールを入れます。裏に味方を走らせる。いいボールだ。お、いい形ですよ。ボールが上がる。このファウルですもんね。キーパー前へ蹴り出します。玉川、カットです。ここで丁寧にボールを扱う。普段としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。左サイド上がっていく、上げる、シュート、中央フリーでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。アルティプラーノブナン、決定的なチャンスを収めることができませんでした。
かシュート、いや追加点、アルティプラーノブナンさらに突き放します。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いやいい形でしたよね。なんといっても出してのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。今日もハットトリックです。勢いが止まらない。さあアルティプラーノブナ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。マカリスター、さあ繋がるか、収まったフリーだ、来た、サイラムスカル、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはサイラムスカル、最後のカードを切ります。さあサイラムスカル一矢報います。キリア、残り時間は10分を切っています。縦にボールを送ります。さあ一気にカウンター、上げる、ここで収まる、シュート、しのぐ、どうだ、フォローいいですね。ここは競り勝ちます。スルーパスを出す、打っていった、シュート、決められなかったか中央、まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。そうですね、まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。はい、チャンスだ、抜けてくる、コース空いた、ルーズになる、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。残り5分を切っています。ビスクリッチ、サイドのスペースを使う、スペース出ましたね、頭だ、キーパー好セーブを見せています。サイラムスから決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。瀬川、玉川、組み立てながら攻め上がっていく、裏を狙っていきます、チャンス来た、打った、防いだ、コダル、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。中央へ来た、頭で来た、バッククロスから合わせましたが及びません。ここは先に触ります、柔らかいボール、ここは競り勝ちます。アディショナルタイムは4分あります。ボールが収まる、クリア、このピンチをなんとか出します。マカリスター、大きく前線へ、そしてここで最後の笛、5対2、アルティプラーノブナン勝ち点3をものにしました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？ブナンとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。
本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アルティプラーノ武南、見事勝ち点3を得ています。Thank you.